食の宮城復興ネットワークで取り組んでいます、ワタニのそばプロジェクトの花見会というふうになっています。まあ、震災後ですね、津波の被害を受けてまだ何の作付けもできていなかった農地にですね、何かの作物を植えて生産者として支えていこうと、地域を応援していこうということで、今回そばを植えまして、そのそばがちょうど花見の時期になりましたから、みんなで集まってですね、改めてこの地の今の状況を見ながら、地域の方々と交流してこうお互いにこう元気づけ合おうというふうなことで目的、そういう目的ですね、今回開催しました。びっくりしましたね。120人ちょっと来てますね。70、80人集まるのかなと思ったんですけど、仮設住宅に巻いたチラシで思った以上に地域の方いらっしゃいました。とても喜んで帰っていただいたので、こちらも嬉しかったですね。皆さんおいしいおいしい。はい、いいそうだと思います。あてみなみ、かせず、4人でしたのね。9時ごろしたのよ、お子さんは。朝早くは。おいしい。ジュースになって。じゃあ食べてください。またね、藤田さんどうでした？じゃあ私が。ママの代わりに子供だけお願いします。なんとか農地も見つかって一緒にやろうという生産者も出てきたということでですね、8月のお盆ぐらいですか、種を植えまして、そしてその後育ててきて、この今のタイミングで花が咲いて、そして来月ぐらいですかね、もうこちらの方収穫、今月かな、収穫しまして、それをまた製粉業者さんで製粉していただいて、年内の年越し場にギリギリ滑り込みの政府で間に合うという形です。安直に言うと復興渡りのそばみたいになるんですけども、なんかひねりたいとは思いつつも、かえってひねることはことが目的ではないので、分かりやすい方がいいのかなと、渡りの復興そばとでも名付けようかなと思ってます。宮城で採れたおそば粉で作ったおそばというのは実はそれほど多くはなくてですね、しかもこの生産者の思い、復興にかける思い込められたおそばですから、ぜひ本当こちら味わって食べていただきたい。それに向かって私も一生懸命商品化の進めていきますので、ぜひ年越しそばはコープの渡りそばでよろしくお願いします。